どうも皆さんこんばんは。狼のチャンネルへようこそ。本日はオキシゲンノットインクルードやっていきたいと思います。前回からけたたましい警報の中、食料を確保しつつ、電気を確保しつつ、延命しつつ、新しい道を今模索しているところですね。少しちょっといつ積んでしまうのかっていうギリギリのラインを攻めてるわけじゃないんですね。こうなってしまってるので、仕方ないんじゃないでしょうか。今何、今耳塞いでたけど何か問題あった？今特に問題があるようには思えないけれど、ただ電気がちょっと減ってきてるのは心配なところですね。あと残り19日で天然ガスが止まってしまいます。それまでに電気をもっと、まあ、貯めても、でもこれだけ貯めてても一晩でなくなるので、どうしようもないといえばどうしようもないんですが、加速して進めていきたいと思います。こっちに行くと宇宙っぽいので、宇宙じゃないところで新しい資源をなんとか見つけてほしい。本当に切に思うよ。ないの？何か資源完結点。これ動かない。いや、そんなになかなかすぐたまらないっていうのがまた問題で、この石油が。そんなにすぐたまるもんじゃないと。いや、ないなあ。ダメだ、来ました宇宙暴露。ここからということは、ここのラインを行ってももうないっていうことで、ちょっと待ってください。ちょっとお待ちください。少々考えたいと思います。もう探すスペースがほぼないので、あとはここを無理に進むか、あとは右上を探すか。でもこのラインにもうあるとは思えないんだよな。まあそんなこと言ってても、でも行かないとないので、未来は無理やり。ちょっと待ってください。このラインを無理やり、やはりここ。いやー、でももっと近場で行かないと時間がないんだよね。ここを突き抜けてしまう先に。あまり取りたい手ではないですが、そうしていきたいと思います。ただ酸素が足りるかな。換気レイヤーで抜いて、ここのラインを突き進んで、ここしかないよね、突き進むとしたら。まあここを行く手もあるけれど、一番まあ安全に行くならこのライン。警報止めましょう。夜はしっかり休憩時間はしっかり休んでいただき、本日のガチャですね、パームリリー。はい、何事もなかったかのようにガチャはキャンセルですね。どうしたらいいのか。どこかに完結線が眠ってるのか。眠ってる可能性としたらここ。いや、そんなここまで行ったらもう原油だから、ここにない、あるかないかっていう問題だけど、あんまりここ削りたくないんだけどな。行くしかないか。そんなこと言っててもね、もう行くしかない。唯一の望みをかけて、一
行くしかないんじゃないでしょうか。スイートビート、これは掃除になってて、これも掃除して、もうここを突き進むしかない。本当に手はみんな浅いな、突き進み方が。もっと急いで気合を入れて掘ってくれないと。そんなに一マス通ったら帰るっていうのは材料がないのかな、走るの。いや、まずいまずい、電気がない、電気がない。緊急事態。まずここを開拓してなければ上に行こうかなと思っているんですが、どうでしょうか。そしてこういう汚染水片付けてほしいな。いや、もうこれだけアラーム鳴らしてるから手が空いてないのは分かっているんですけども、こちらとしてもいろいろと困る状態で。石炭ある、あるよね、だってまだあるもんね。はい、もう休憩時間でございます。アラームを鳴らしてる場合ではございません。石は溜まってるね。あとは電力さえ足りれば。悩ましいところだ。大丈夫かみんな。これ汚染水とか片付けないとダメじゃない。これどうしてここに汚染水が落ちているのか。次、そしてここの電力が足りてる間にここを動かしてくれないでしょうか。どうみんな、いける？動かない、まだ。え、動かない、これだけで。足りない？足りてないな。まあ、こっちでもいいんだよね、別にね。もう石炭こっちに入れちゃってくれてもいいよ。こっちの方が多分石炭近いし。とりあえずこれをなんとか動かしたい。何？どれ？大丈夫？腐敗してるけど。石炭がもうなくなる。いやー、苦しいです。本当に。お、なんとか。
なんとか動いてる。これでこの適応発電でだいぶ回復してる。しかし残り日数が17日。これ本当になくなったら永遠に人力行為でないといけない可能性がある。食料減るし。いやー食料減ってるよ。いやー冷蔵庫足りてない絶対に。でもこの食用食材が、あれちょっと待って、ここに1000ぐらい入ってるのに、これが使えてないとなると問題だよね。これを使う方が優先だと思う。多分アラーム鳴らしすぎてるから、まあ、ということで、朝から一番アラーム生活を始めたいと思います。これを動かしてあげて、ここを突き進めばきっと何かが生まれるんじゃないかな。食料作る人どこ行くの君。おとなしく食料作ってください。いいね、朝一の石油発電、気持ちいいものがあります。いい感じで動いてるんではないでしょうか。あとは本当にここを突き進んで、どうなるかかな。塩水は避けたいから、あんまり水のところ水没するのは良くないと思うんだよね。ここをうまく回避し、いやーできないか。仕方ないね、このライン。こう行く？いやー水の中はでも進みたくない。どうしたらいいんだろう。このカニ強そう。ちょっと待って。わかった。わかりました、先生。ここで方向転換ですね。何のことはございません。ここからこうやって安全なルートに方向転換してあげれば済むことじゃないでしょうか。ここを9番にしてあげて、そしてここの警報も もう休憩時間ですね。これは、はい、もう人力発電になるのがあと残り10日ぐらいで恐ろしいんですが、本日はこの辺で終わりたいと思います。ハラハラドキドキやっております。チャンネル登録よろしくお願いいたします。励みになります。オオカミでした。アディオスアミゴス、またねー。